令和。はいどうも、マシニアンズのマオです。こちらの令和 T シャツ、市販のものに見えますか？いえ、お金がなかったのでマジックで描きました。はい、今日はソロ動画なんですが、平成も終わり令和という新しい時代に突入したということで、平成の YouTube 時代を振り返る動画をお送りしたいと思います。少し真面目な話になってしまうかと思いますが、お許しください。まず僕が今でこそ YouTuber って呼ばれる人たちの動画を見始めたのが2011年の高校1年生の頃の話です。その約1年後の2012年の夏頃に僕は YouTube の動画投稿を始めました。その当時なんですけど、本当に YouTuber っていう言葉自体そんなに主流でなかったというか、自分がもはや知らなかった。なんで当時その動画を投稿する男子女子を動画投稿系男子とか動画投稿系女子っていう風に呼んでた時代だったんですよね。で、2011年っていうとヒカキンさんが動画をアップロードし始めた、そんな年で、当時ヒカキンさんはメガネをかけていなかったです。はじめ社長がメックスチャンネルっていうチャンネルからはじめカンパニーっていうチャンネルに移行した時もそのぐらいの年です。今ははじめカンパニーっていうのもなくなって、はじめ社長として動画を上げてますね。真音さんが今の前のチャンネルをスタートしたのもこの時期です。当時で言うと、サシマンスタジオっていう、略してサシスタですよね。そのチャンネルで動画を、毎日投稿してたっていうのが、その当時の出来事になります。そして PDS 株式会社のダンテさんが、まだ実家で動画を上げてたのもこの時期です。少しだけこう月日が前後する場合もあるかと思うんですが、そこはお許しください。当時はそんなようなチャンネルを僕は拝見していました。そうなんです、そんな黄金時代に僕は動画投稿を始めていました。それが2012年の出来事です。2012年っていうと高校2年生の、夏ぐらいになるんですけど、もうその時から約2年間は YouTube に青春を捧げて、約200本以上の動画を世に放ちました。昔の動画もね、今のチャンネルで公開されてるので、よかったら見てみてください。それで YouTube を始めたのが2012年の9月ぐらいなんですけど、その年の11月にヒカキンさんがオフ会を、開催されたので、そのオフ会に行って、なんと YouTube を始めて3ヶ月でヒカキンさんにお会いしました。その時にお土産として一味味のキットカットっていうのを渡したんですけど、それを当時ヒカキン TV で紹介してくださって、いやその時に感動したことを覚えてます。その動画のリンクは概要欄に貼っておきますので、よかったらご覧ください。そこからどんどん動画を上げ続けて、当時で言うと1000人とか2000人とか3000人でオフ会だって言ってたような、そんな時代でもありました。 YouTube を始めたのが9月で、翌年の4月にアバンティーズのシャンチャンネル合同オフ会っていうのがあって、アバンティーズ6面ステーションマーキュリー商事、その3チャンネルの合同オフ会っていうのが開かれたんですけど、そこに行ってまたその YouTube を通してたくさんの友達ができたりとか、そういったねつながりも増えた、そんなような年でした。でその年の12月にまことさんとイミガさんとクレイディさんが組んでいた魔性流というグループでクリスマスパーティーというものが開催されたんですけど、それに参加して初めてそこで真音さんにお会いしました。そのクリスマスパーティーの日は僕一人で長野から、確か秋葉原のイベント会場に行ったんですけど、そこで初めてトミックさんともお会いして、2人でねサイゼリアに行ったという風なすごい思い出があります。とても貴重な経験をしました。これはとても自慢です。そこからも、頑張って動画投稿を続けて、最終的に高校生卒業するぐらいの時に、登録者が800人ぐらいまで行ったんですけど、当時は1000人行ったらオフ会しようみたいな、そんな話をしてて、でも高校卒業するまでに1000人まで行くことができなくて、高校を卒業した段階で一旦動画投稿を休止するような形になってしまいました。休止とは言っても特にその休止しますみたいな報告動画も撮らずに、ある日突然僕らは YouTube から姿を消してしまいました。僕らが実際に YouTube をやっていた時っていうのは、そんなにこの動画の収益化みたいな話も大きな話にはなってなくて、本当に YouTube が職業になるなんていうのは当時全く思ってなかったんですよ。本当に趣味の範囲で動画を上げて、みんなに楽しんでもらって、僕らも有名になれたらいいなっていうような感覚で動画を上げてたので、まさか本当にこの 4,5 年間、僕らが動画を上げてこなかった 4,5 年間でこんなにも YouTube が目まぐるしく変化するかと。その間は本当に僕も一視聴者としてたくさんの YouTuber の方の動画っていうものを見てきたんですけど、なんでやめてしまったんだっていう、そういう悔しい思いをずっと抱えてきたので、なかなか再開するきっかけっていうのがなかったんですよね。それで、なんで今更っていう話でもあるんですけど、やろうっていうような話を僕から持ちかけた時に、メンバーの会だったりとか、コウスケだったりとかがいいんじゃないかっていうような風に賛同してくれたので、昨年の12月に動画投稿を再開することになりました。休止期間も含めてしまうと、2012年に動画投稿っていうもの自体を始めてるので、実質7年のキャリアがあります。ただ、そのうちの4年か5年はお休みしています。実際のところは多分約2年半とか、そのぐらいの YouTube のキャリアになりますね。本当に2012年からずっと続けてたら、どうなってたか正直わかんないです。結構多分2012年っていうと古株に当たると思うんですけど、ちなみに最初は僕個人でずっと動画を撮り続けてきたんですけど、2013年の11月だったか12月ぐらいにマシニアンズを今のメンバーで結成しました。なんでマシニアンズ歴で言うともう6年になりますね。マシニアンズというものが結成されてから。現に今もそれぞれの道があって、それぞれが忙しく動いてて、なかなか3人が揃うってことも難しいんですけど、それでも僕を主体として、みんなが集まってね、楽しい動画を撮れたらなと思っていますので、その時はどうか楽しんでいただければなと思います。もちろん僕個人でも動画は出していくので、そちらの動画もよろしくお願いします。もう僕自身今年もう24歳になる代なので、いろいろ不安とかもありますけど、やっぱり本当に楽しいことを続けたいと思ってるんで、自分の人生ですし、他人に迷惑はかけない程度に、自分の好きなことができたらいいなって思ってますんで、そんなような動画をこれからもお送りしていこうかと思っていますので、どうか応援のほどよろしくお願いいたします。今日はね、本当にこう淡々と話してるような動画になってしまったんですけど、これからも皆さんの応援があってこその、僕らの活動だと思っていますので、温かい目で、見守っていただき、応援してくださると幸いです。もちろん YouTube 自体もこれからどんどん進化していくと思うので、令和という新しい年になってどんな変化をするかは僕自身予想もつかないですが、本当に楽しみです。結局この動画で何を伝えたかったかというと、僕らが YouTube から離れたその 4,5 年の間に YouTube っていうものが目まぐるしい変化を遂げてきたわけで、それを僕たちは視聴者という立場で見てきたわけですね。それを今後は僕らもその YouTuber という立ち位置でその時代の流れを見たいというふうに思ってますので、この令和という年は YouTube にとっても僕らにとっても大切な年にしたいなというふうに思っております。今日は僕を主観としたその YouTube の流れ、時代の振り返りをしたので、ちょっと面白くないなって思った方もいるかと思うんですけど、昔から僕らの動画を見てくださってる方だとか、本当にその2011年2012年頃から YouTube を見てる方々だったら、少しでもなんか共感できる部分がこの動画にあったらいいなというふうに思っています。いやー、令和かっこいいですよね。僕もこの新しい年になって、もちろんいろんな面において努力していきたいと思っていますので、今後の僕らの活動を楽しみにしていてください。今日はこんな淡々と話しているような動画になってしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、SNS のフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。